俺のクラブセッティング、そしてファンのもやろう、この、はい、どうぞクラブセッティング、うわーってなる、なんねえだろ、なる、なる、え、イケメンから、はい、まずクラブ、はい、クランクで、ラウンド用は48インチの1度寝かして6度にしてます、うん、ドラコンでは5度ってことですね、そう、5か4か、見せて見せて見せて、あ、かっこいい、かっこいい、シャフトはシャフト、これ今作って巻いて作ってもらってるから、プロトタイプ、うわ、豊田さんぐらいだとプロトタイプになるんですね、そうだね、あの、ね、違うね、バシレウスさんに六本木住めるわ、そりゃ2ヶ月で、なんだっけ、自己破産、はい、はい、次次のクラブはウッド入ってないです、もう諦めました、ウッド、終わりウッド諦めた、終わり、諦めた、ウッドドライバーチです、あ、タイトリスト、はい、タイトリストは、はい、2鉄中空です、716TMB、うん、かっけー、おしゃれ、ソフトは KBS で、ちょっとあのサビでちょっと威圧感出して、なるほど、ね、シーテーパーリミテッド X、 どういうこと、わかんない、とにかく、まあ、重くて硬い、そう、重かった、はい、で、あとあ、かわいい、なんかかわいい系、あの、モテようとしてかわいくなっちゃってます、うわうわじゃねえ、わかんないわかんないのこれ、わかんない、は、シャフトは X7、うん、X7、 ダイナミック X7? X7、 何それ、あの、硬いやつ、硬くて重いやつ、ジェイソン・デイとかが、フル、で、フル何、あ、ね、で、5、6、そこだけすごいよね、何、顔が、ちょっと聞こえなかった、フル、フル、あの、フルで硬いです、あ、フルで硬い、で、5、6、7、8、9、P で、50、54、これ58だけど60、うん、60寝かした、寝かしたで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11のパターで12本、じゃあパター見せてください、パターね、はい、これは何、これあれ、なんかあの、なんだっけ、ツインズっていうところ、富里ので、3000円で買った、うん、そう、前俺これ使ってた、950GH、 そう、これで夜、これで夜これで夜、これは同じ、わかんない、54、58、そうで、パターが、パターが、かけ T ってついてる、そう、俺トヨタだから T、 違う、ツアーで、え、そうなん、はい、こういうパターです、チェリーボム、これはあれ、まあ、いくら、これあれ、200、うん、いや、あれ、お借りしてます、賞金で買った、お借りしてます、さすがっすね、ははは、何を言わすかい、あ、じゃあ、俺らとは違う、カーン、行こう、視界っていうかカメラね、カメラね、素晴らしい、はい、はい、本日はカン君のクラブセッティングを見ていきたいと思います、はい、それではどのようなセッティングになっているのでしょうか、まず今日はドライバー2本あります、ね、お、いいですね、これはまあ、はい、とあるね、はい、はいはいはい、すげえ飛ぶドライバーで、はい、で、今日使ってるのはこの、お、ノジコ、違う、なんだっけ、ジニコ、ジニコノジコってなんだっけ、はい、アッタスのダース、いいね、 6TX のいい、ね、で、ちょっと短め 46.6TX のかっこいい、ね、で、ちょっと短め 46.5インチ、お、短い、かなり短い、短すぎる、やばいやばい、やばい、危ないレベルだよ、女、はい、お、出た、ロケットボールズ、ロケットボールズで、これシャフトはね、普通に、うん、G アッタスの 7TX、 これ43インチ、いや、もうね、数年前でね、進化は止まった、スプーンの進化ね、そう、で、まあユーティリティがね、スリクソン、おお、結構昔のハイブリッド45、いいね、ユーティリティも進化止まってる、止まってる、止まってる、あ、かっこいいじゃんこれ、マットだ、95の X、 カン様になるプロトタイプ、違うね、そうなんだよね、カン様だから、カン様、うん、まあ、ヨーモリー、ほとんどね、うん、打てるところにセカンドがないからね、飾りなんだけどねパー5も全部隣だから全部隣っちゃう、俺とほぼほぼ一緒じゃねえか、そうそうそう、そしたらだから一番使うのこの辺よ、8番ヤンドが、かっこいい、オノフ、かっこいい、これいいね、ほんとにいいね、いいな、俺も使ってみたいな、 KBS の C テーパーの 130X、 オノフ使ったらやっぱスコア変わる、変わる、いいな、で、ウェッジがこれね、
シュン君にもらった。ああ、シュンちゃん。イーデル。V スペック、イーデルの V スペック。はあ。で、シャフトも一緒。はいはいはい。やってたね、それもフィッティングいってイーデルで。まあ、こんな感じですよ。いいね。パターが、これ。PXG。なんか、打った跡があるけど。もう、ちょっとね、うん、あんまヤーに、パターを育てるタイプじゃない。あ、なるほどね。そう、ちょっと厳しめに。あ、仕上がってるわ。スパルタに育ててる。はい、じゃあ行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。